2010年イタリアグランプリは2010年開1世界選手権第14戦として2010年9月12日にモンツァサーキットで開催された。正式名称は2010フォーミュラ1グランプレミオサンタンデール D イタリア。平気小払い年はこのグランプリ中長く同チームのヤルノトゥルーリの後陣を廃止、決勝では18位となった。レース前の水曜日に フェラーリは FIA の世界モータースポーツ評議会の審議会にドイツグランプリにおけるチームオーダーによる順位操作についての責任を問われて出頭を命じられた。フェラーリは10万ドルの罰金を課されていたが WMSC の特別委員会は追加の制裁を行う余地も残していた。審議会はチームにそれ以上のペナルティを課さない代わりにチームオーダー禁止の規定について 見直しを行うことを決めた。フォローイングインクリースとスペキュレーションオーバーレッドブルとフェラーリが禁止されている可動式のボディワークを使用している憶測について、FIA はベルギーグランプリで従来より厳しく言ったフロントウィングのテストをさらに厳しく行うことにした。スパでは柔軟性のあるフロアを使ってウィングを路面に近づけているという憶測があったため、 FIA のテストがこのグランプリで厳しくなることになった。レース前の水曜日にはマクラーレンが MP4 から25のフロアをテストに合格するように回収したことを認めた。セバスチャン・ベッテル、ジェンソン・バトン、フェルナンド・アロンソがベルギーグランプリでノーポイントとなったためルイス・ハミルトンがドライバーズチャンピオンシップの1位となり、マーク・ウェバーが3ポイント差で追う展開となっていた。 山本サコンはカルンチャンドックに代わり再び出場することとなった。予選93ではフェルナンド・アロンソが最初のアタックで記録した1分21秒962を誰も更新することができず、アロンソが今シーズン初のポールポジションを獲得した。チームメイトのフェリペ・マッサも3番手につけ、話題の課中にいるフェラーリは母国 GP でコーグリッドを得た。 予選2番手はマクラーレンのジェンソン・バトン。マクラーレンは2台の空力パッケージを違えており、バトンが大きめのリアウィングに F ダクトを装備したのに対し、チームメイトのルイス・ハミルトンは F ダクトなしの小さなリアウィングを選択した。ハミルトンはダウンホース不足を訴えて予選5位に終わり、結果的にバトンの選択が成功した。レッドブル勢はパワーサーキットで、 苦戦気味。マーク・ウェバーは4位で、前線ベルギー GP の失態で批判された、セバスチャン・ベッテルは6位につけた。スタート前の上位3台。結果的にこの順位でフィニッシュした。スタートは、バトンの加速が良く、第1試験への飛び込みで、アロンソをかわした。アロンソはバトンに追突し、マッサとも軽く接触したがマシンは、無事だった。続く、ロッジア試験でも、 マッサとハミルトンが接触し、ポイントリーダーのハミルトンは痛恨のレイシューリタイアを喫する。ザウバーの小林カムイは、エキュトラブルでピットスタートしたが、同じくレイシューでリタイアした。レッドブル勢は揃ってスタートを失敗し、ベッテルは7位、ウェーバーは9位に交代。メルセデスの2個ロズベルグ、ルノーのロバートクビサ、ウィリアムズの2個ヒュルケンベルグが4から6位にポジションを上げた。 2位アロンソはバトンから1秒前後の差でプレッシャーをかけ続けたがバトンもつけいる隙を与えずトップ争いは行き詰まる展開が続いたアロンソの後方にマッサが続き4位以下を大きく引き離したベッテルはマシンの変調を感じてウェバーに抜かれたウェバーに迫られたヒュルケンベルグは何度かコースを不しながらもポジションを譲らない ウェーバーは苛立ち、チームに無線でペナルティではないかと抗議した。22周目、ヒスパニアの山本サコンがタイヤ交換後にリスタートする際、ピットクルーを巻き込んでしまう事故が発生。メカニックが負傷し、救急車が出動した。30周を過ぎると上位勢が相次いでピットインし、ソフトからハードへのタイヤ交換を行った。 注目のトップ争いは36周目にバトンがピットイン。それを見たアロンソも37周目にピットインし、バトンの鼻先でコースに復帰した。両者は並走状態で第一試験員へ向かい、イン側のラインをキープしたアロンソがトップに浮上した。ピット作業での逆転劇に満場のフェラーリーファンから大歓声が上がった。その後、アロンソは徐々に バトンとの差を広げて今季3勝目を達成。フェラーリー赤初年度に地元レースで最高の結果を残した。2位、バトン、3位マッサに続き、4位には辛抱強く走ったベッテルが入賞した。ベッテルはタイヤ交換をギリギリまで遅らせ、最終ラップにピットインしてポジションを守った。ポイントランキングではハミルトンが無得点に終わったため、 6位入賞の、ウェバーが5点差で首位に再浮上した。前線のポイントだった、アロンソ、バトン、ベッテルもポイント差を挽回した。コレンタイン、キース、フェラーリエスケープファーザー、パニッシュメントフォージャーマン GP チームオーダーズ。会1ファナティック、http w w w f 1ファナティック、こう、uk、2010、09、08、 フェラーリエスケープファーザーパニッシュメント4ジャーマングランドプリーチームオーダーズ2010年9月9日閲覧ノーブルジョナサン、FIE2 タファンアップフレキシーテスツアゲイン a u t o s p o, o r t <horse> <S <S h t t p w w w a u t o s p o r t c o m スラッシュニューススラッシュレポート php スラッシュ it スラッシュ861092010年9月9日閲覧。コレンタイン、キース、マクラレンオルターカーツーミートニューフローアーテスト。会一イイファナティック。h t t p, f,、h、t p f 1ファナティック、こう <Method 收 音> <itself>、uk。 2010-09-08マクラーレンウォルターガーツミートニューフロアテスト2010年9月8日閲覧ありがとうございます